ゲームマスター。貴様らは、日高村に閉じ込められた、うん、元の生活に帰るためには日高村のものすごくいい写真を撮ってこなければならない。おお、ただそのためには一つだけ制限がある。何？それぞれ徒歩、自転車、車での移動とさせていただこう。くっそ、車が移動した。いやいやいや、決まってないです。私敷地は決まってないです。希望が入ってる。ひとしが車、おお、しゅんが自転車、おお、やった。そして一番大きいやつが歩きだ。なんでだよ。一番車にしてくれや。ということで、貴様らには日高村のものすごいいい写真を撮ってきていただこうと思う、うん、これでもしものすごくいい写真が撮れたら、私から日高村マスターの称号を授けよう。嬉しい。なんかなんかいいね、すごいっすよ。さあ、それでは日高村のものすごくいい写真を撮る旅、行ってこい。なんかゲームマスター変わってない感じ。いい写真ね。まずはやっぱ村の駅から行きますか。安っ。これいいね。これ撮ろうか。お幸せに。お幸せには2人以上いるときに言った方がいいけどな。やっぱりいい写真といえばいい景色なんですよ。ただでさえ高知県田舎なんですけども、その中でも結構自然が豊かな場所ではあるんですね。日高村も仁淀川っていう、もう全国的にも有名な、もうキラキラの川がもう綺麗ですね。やっぱり日高村はコスモスがいっぱい咲いてますね。やっぱこの季節はね、今10月ぐらいなんですけど、コスモスが綺麗ですね。この季節はコスモスと1枚パシャリ撮ろうかな。やっぱいいや。チャリです。じゃじゃん。レンタサイクルっていうのやってるみたいでね、1日500円で乗り放題使えるみたいです。まさかゲームマスターこんな良心的なね、チャリンコを用意してくれてると思ってなかったので、すごい興奮してます。下行ってみよう。普段だったら車でいつもこの上のルートしか行かないんですけど、この下のルート行ってみましょうか。これがやっぱチャリの便利さ、普段行けない場所を行けるというね。お、いいな。なんかこういうさ、多分りっちゃんっていう居酒屋なんですよね、夜やってんのかな。そういうのとかも知れるからいいよね。日高村で飲みてえな。全然こんなとこ知らねえわ。ここに岡花駅っつう駅があるんですね、 JR が。こういう JR も使う人は使うんでしょうね。エモそう。エモい感じのなんか撮れそうだな。もうすでに気持ちいいです。うわー、すげえ。まずこの線路ね、線路いいじゃないですか。後ろコスモス、コスモスが鳴ってます。優勝やろこれ。優勝。でもこれが勝ちなんじゃん。田舎弁当とこれが勝ちなんじゃない。これで写真撮って一番じゃん。来た。コスモス越しの、コスモス越しのちょっと撮らせてもらおう。あ、やばい、もう来た。もう写真撮れん。早い。コスモス越しに撮りたかったのに。綺麗な景色撮るの難しいな。一箇所目の写真映えスポットにやってきました。こちらです。ぽい、名古屋チンカボ。メダカ池っつう、地図で見ても結構でけえ池があるんですよね。調整池。なんか大きい池って興奮しません？ちょっと見に行きません？行こうか。あー、でもロードバイクの爽快感がマジで最高だ。着きました。メダカ池にしかない自然です。ダメなのこれ。ダメだよね、行っちゃね。うわー、なんかめっちゃちょっと良くない？これエモめな写真撮れそうじゃなかった？竜祖母みたいな感じがしていいよね。ちょうどサイクリング日和なのよ。ポカポカしてあったかいし、こいだらこいだでこうなんかこう涼しさを満喫できるというか、コーヒー感円。おお、なんか良さそう。何ここ、良さそう。ちょっと喉も渇いたし、行くか、寄ってみるか。あった？何、ちょっと待って、来たよ。なんか指令が来たよ。
ミッションが送られてきました。誰にでもできる簡単なお仕事です。簡単な仕事です。10分以内に1000円を使ってください。10分以内に?10分以内に日高村で謎かけをしろ。できなければ制限時間を30分減らす。これはきついですよ。1000円?いや、周りなんもないんやけど。周りなんもないんやけど、これどうしたらいいの?これ。写真撮る時間減っちゃうので、ちょっときついので。店よね。店か自販か、とかある?今カビに入ってきたばっかなんですけど、10分以内に衣類を変えっていう指令が来まして。トーストもモーニングも何も届いてない。10分、もうあと9分以内に衣類を変え。いや、無理。酒毎日下に安。おばちゃんちょっとこれ聞きたいけど、下にってどういう意味？下に言うたらね、すごいっていうような意味なんかやけど。すごい。うん。あ、じゃあこれは酒が毎日すごく安いってこと？そう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 。そういう意味だと。お母さん下に綺麗やね。そう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 。ええこと言うねんじゃん。あっちゅう。松岡酒店でお酒とソフトドリンク合わせて1000ちょい買いました。整いました。日高村とをかけまして、鶏と徳、その心はどちらも皮が人気でしょう。ここは山だけどっつってな。あー、すげー豪華。ごちそうさまでした。なんか景色というか、なんか綺麗な場所って日高村あったりしますか？私、犬なので。あ、犬の方なんですね。あ、そっか。いませんね。いや、綺麗な景色撮らないとちょっと出られなくて、ここから頑張って。ありがとうございます、うん、優しかった。美味しかった。優しかった。ミッション失敗したな。こんにちは。こんにちは。元気ですか？いや、もういいです。もういいです。それ大丈夫なんで。写真撮ってこれたか？いや、もうだから写真を撮ることでめちゃくちゃ元気もらえて、今スタートより元気です。あと酒が抜けたから元気です。やっぱ冒頭二日酔いでしたね。ということで、皆さんの苦労した写真の成果見せてください。はい、はい、僕自転車担当だったので、うん、まあ、さっそうと。ああ、景色で行きますよ。気持ちいいね。チャリ乗れよ。はい、スタートしまして。あ、スタートしたね。こうで最初にあのカフェを見つけましたので、はい、高知の朝のモーニングを楽しみました。はい、ボリュームあるね。でペロリと食べてしまいまして、はいはい、そしたらあのお会計しようと思ってカバンの中を見たら、はいはいはい、財布がないことに気づきました。あ、いい、ペイペイできない。はい、で早々と駆け抜けまして、はいはいはい、駆け抜けんなよ。次にあのこれ知ってます皆さん、うん、リサイクルショップみたいなところがあって、壺屋っていうところなんですよね。すごいいろんな商品があって。何これ、はい、ライオンに噛まれたりなんかして、わ、すごいいいところで、またっぽいけど、あの早々と駆けましていい場所ないですかと聞いた時に、このオーナーから運動公園の近くに花がめっちゃ咲いてるかもしれないっていう有益な情報を教わりまして、いい、ね、はい、で駆け抜けて駆け抜けて駆け抜けて、あ、運動公園見つかったと思って、あ、ここやと思って、あの綺麗な花と一緒に写真を撮ってきました。綺麗な写真と一緒に。え、綺麗じゃないよ。なんちゅうこと言うんや。正直がっかりした。やばい、ちょ正直すぎでしょ。聞いて、あの途中ミッションあったでしょ。10分以内に服買えっていうコーヒーショップで言われて、いけるかと思って。いやいやいや、それ言ったちゃんの店員さんに、すいません、その服、はい、1000円で売ってください。いやいや、そんな、俺やったら言った。僕の中でボケようかなと思ったんですよ。お笑い芸人がなんかボケるのかなって思ったんですけど、僕の心がすさんでるのかどうかわかんないんですけど、なんか全てのものが美しく見えてきて、なるほど、ただのいい写真が撮れてしまいました。どんどん今回あのアーティスト小田裕介が出てしまってまず出発して水たまりにも空が綺麗に映ってて、それ撮っちゃいました。おしゃれですね。綺麗で、ここから線路が綺麗、ここまでもなんかエモい。いつまでもこのままで突き進みたいなって思わせるような、はい、ミッションでお酒を買ったんで、ああ、そのお酒とカマキリみたいな
芸人やめたんか。そして終わった、終わってます。だから秋酒、テーマ秋酒です。あ、これメダカ池の近くで撮ったんだけど、すごいたくさんのトンボの種類がいたりとか、虫がたくさんいたりとか、まあ、そういうなんか写真家にとってすごい写真家になっちゃってるじゃん。もうできちゃった、写真家にとってって生きた歯と死んだ歯がこうこれおしゃれやな、すごいいいなっていう。でこれがまあ一応二軍なんですね。二軍、二軍で本ちゃんはこっちに一応酒蔵ホールの近くにすごい綺麗な神社があってちょっとカメラマンに撮ってもらいました。これはちょっとあの煽りで、将来を見据えた若者の俺で、うわー、来た、すごい大きい声出た、すげー、お腹空いたんでお弁当食べたんですよ。で、まあ、これが一番最後なんだけど、結局セブンイレブン駐車場拾わないっていうの。あ、これ一番ですか。これが一番で三軍の下ですよ。めっちゃ楽しかったもん、今見たらね。めっちゃ楽しかった。どうしたこれ。ま、でも注文良かったよ。いや、いいっすよ、ゲームマスター。ゲームマスターお投げ様にかかってるで。車で僕一箇所目行ったのね、こちらです。うん、はい、名古屋チンカマ。ああ、確かにこれは歩きでは行けんな。これ歩きでもチャリでもなかなかジャンプしたりして。はいはいはい。こんな感じでジャンプして気持ちよく取って。いいね。相手三点倒立も。はいはい、三点倒立いる？あ、一応一応。お前。芸人さんより僕が笑い取ってる。そんなことないよ。芸人さんより笑い取ってる。そんなことないやろ。次の場所は、ここですね。じゃあ、メダカ池も行ったんですけど。メダカ池でも3点倒立。一応3点倒立、はい、して。うん。こう見るとなんかいいよね。あ、ちょっと待ってね。なんか、持ち上げてるみたいな感じになるよね。こう見るとね。そうはならん。そうは見ちょうど湖に空が反射してるんで、どっちが空か分かんない。すごいいいね、これ。で、次ですね。はい。次は、一応、サルダ堂。3点倒立の精度が下がってきてます、ね。ちょっと疲れて、首痛くなってきちゃって。でも、サルダ堂、あ、入る。もう、ちょっとやめ。3点倒立。首痛すぎて。もうできんなと思ってさ。本当です。やめて。このポーズで笑い取るのすごいな。で一応サンキュー日高の看板とも3点倒立で一応1枚は取ったんですけど。これだけいらんかったか。これ脱足ですね。うん、終わりです。なんで2人とも最後にいらんの言ってたから。一応なんかね。なんか最後。そうなんですよ。気持ち歌そうで。なんか綺麗なばっかり来たいなと思って。あれは貴族ねえわ。サンキュー休んだっけ。圧倒的にこっちの方が貴族だったよ。おしゃれ女子大生が一眼買って回りましたみたいな写真。いやマジで本当に。せーの、ドンドン。天を持ち上げる人志です。これはコスモスをいただきます。レッツ日高村おかしいでしょ、おかしいでしょ、マジで今ので笑うのはおかしいでしょなんで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 。天を持ち上げる人志、コスモスいただきます。レッツ日高村なんでですか。きれい、サンダウチポンポンポン、うるさいな。ひとしさんです。ないわ、ない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 。俺のアイディアやんこれお前三角倒立しただけの。いいいい、ありがとうございます。田舎もらいましたです。でも、注文よかった。言わんといて言わんといてあげて。ちなみに僕のあの日高村マスターの称号なんか意味あるんですか。ないです。ない頑張りゾンってやつやな。一緒変わらんよ。じゃあえ、なんかこう、でも何かがちょっと安く買えたりとかそういうのがあるんですよね。あ、そうっすね、あの、なんか交渉してみてください。えこっち頼み、直談判。あの、僕、日高村マスターなんですけどって言ってください。いた客じゃないですか。まあ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 、でも皆さんそれぞれね、楽しみ方あると思うんで、はい、楽しみてください。レッツ日高村誰が使っていいって言ったんですか、レッツ日高村。